はい、こんにちは、僕です。はい、ソムニウムファイル。久しぶりにね、プレイしていきたいと思います。何でしたっけ？この辺ってまだ何も調べてないんだっけ？どうなんだっけ？放射捜査状況について。本庁のデータベースには、名波翔子殺害事件に関する捜査報告が随時アップされている。データベース。ざっと見たところ、特に進展はなさそうだ。そっか、相棒が調べてくれるのか。なあだて、久しぶりにあの店にでも行ってみたらどうだ。あの店どの店？小金横丁にあるスナックマーブルのことだよ。スナックマーブル、なんだそれ。なるほど、マーブルのママは裏社会の情報通であり、事情通であり、情報屋としての顔も持っている。もしかしたら何か知っているかもしれない。スナックマーブルね。ちょっと待って、ファイブを置いといて、ボスはまとめになってしまうな、自分。話しかけなくていいか。じゃあ、あそこじゃない。まとめ。目的地はひとまず3カ所だ。まずは、沖浦が入院している中央病院。奴が口が聞ける状態にあるかどうかはわからないが、とりあえず様子を見に行きたい。あとは、なぜか自宅に帰った水木のことも気になるし、マーベルのママから情報も。相棒、行くぞ。どこに行くか選ぶ感じか。どうなんでしょうか。まあ、じゃあマップね。違った、このボタンじゃないや。どこに行くか選べるんだ。中央病院、なんだっけ。名波、違うな。そんな名前じゃなかった気がする。沖浦なんちゃらですよね。出た、出たく。みずきちゃんが家に帰っている。で、スナックマーベルね。どうしよう、とりあえず伊達宅かな。みずきちゃんの様子を見に行きましょう。伊達宅。日曜日か。今何日目？ 3 日目ぐらいですよね。え、何？え、なんで？サガン瞳。イリスの母親だ。後ろで何してんの？あれ、やばくない？ 29 キロ。あ、25キロか。25キロのダンベル。あ、合計50キロか。あんなに筋トレしてんの？なんでそんなものが家にあるの？だがどうして？どうして？ああ、伊達さん。お邪魔しています。なんで？イリスのお母さんね。水木、何をしてる？何をしてるんだ？これ何をしてる？筋トレだよね。見ればわかるでしょ。喋れるようになってるよ。ベンプレだよ。え、ベンプレ？お前、喋れるようになったのか。ベンチプレスね。失声症、治ったんですよ。急展開ですね。なんで知ってるんだ、イリスの母親が。なんで知ってるの？昨夜、みずきちゃんからナイルが届いたんです。ナイル。先生、助けてって。みずきちゃんが精神的に参っていることは、すぐに分かりました。みずきちゃんの学校の先生がこの人、イリスのお母さんなのかな。だってみずきちゃんはお母さんの変わり果てた姿を担任として放っておくわけにはいきませんでした。やっぱり担任の先生だったんですね。世間は狭いですね。担任？私、みずきちゃんのクラスの担任なんです。初めて聞いたよ。それで慌てて病院へ。ママはさっき出かけていきました。なるほど。誰かからナイルが届いたみたいで。なるほど、つながるな。そしたらみずきちゃん、筆談で家に帰りたいって。沖浦君の自宅ではなく、今住んでいるこの家に。そしてベンプレね。ベンプレをしている。50キロですよ。小学生が持ち上げられるんですか？でも何回上げてんの、あれ。延々とね、ベンチプレス上げてますけど。私がここにいるのは、だからです。すみません。勝手にお邪魔してしまって。自宅にこういうものを貼ってるけど大丈夫なの？情報を漏洩してしまうんじゃないですか？コンプライアンス大丈夫なんでしょうか？これがね、伊達宅ね。鉄パイプ。水木愛用の鉄パイプだ。何に用いているのかは言わないでおこう。気になる。
ハンガーラックに俺と水木の服がかかっている。全部同じ服なのは俺と水木が徹底的な合理主義者だからな。毎朝服を選ぶという無駄な行為に貴重な時間と脳みそを使いたくない。成功した多くの経営者や科学者と同じ動機である。とはいえ、実は水木の服に関しては他にもたんまりあったりする。それらは隣の部屋に保管してあるのだ。同じ服しかないんですね。そう、あのね、同じ服しかないと、朝どれを着ていくか、例えば靴下とかネクタイとかね、シャツとか、朝どれを着ていくか悩む時間が省けるっていう考え方ですよね。ハンガーラックに服がかかっている。言うまでもないが俺と水木の服だ。伊達さんの服と水木ちゃんの服並んでかかってるなんて仲いいんですね、二人とも。どういう関係なんだろうね、そもそも。水木と伊達、なぜ黙る。大きな窓、大きな窓から秋の日の光が差し込んでいる。3人掛けソファー兼お礼用の寝床。俺は4年前からこのソファーで睡眠をとっている。ベッドは水木に占領されてしまっているからな。寝室があるんだね。とても気になる。ベンチプレスの器具だ。ひたすら筋トレしてるけど。壁にコルクボードが取り付けられている。特にここに関しては何もないんですね。オーディオセットの両脇に大型のスピーカーを設置してある。あ、すごい。素敵なオーディオセットですね。あはは、お恥ずかしい。ただの安物ですよ。スピーカーがでっかい。一式揃えるのに、たかだか数百万しかしませんでしたから。すげえ、顔がドヤっとしてる。ドヤ顔だよ、伊達さん。そっか。聞いて安心したよ。何？この前、コーラの炭酸ぶちまけちゃったから。なんだと？みずきちゃんってそういう感じなんだね。ローンの返済はまだ終わっていない。まだ払い終わってなかった。何回ローン、何年ローンなんですか。ウサリンパのぬいぐるみ。あれ、みずきちゃんが大好きなキャラクターのぬいぐるみですよね。ウサリンパ、名前は確かウサリンパです。なんで知ってん、ドヤ顔ね。お前がみずきの誕生日に。言わなくていい。聞こえてないのか。あ、ここにベッドがある。え、待って、ワンルーム、この部屋ワンルームなの。ワンルームに住んでるんですか、伊達さん。水木は毎晩そこで寝ている。玄関のドア、冷蔵庫ね。伊達さん、すみません、さっき冷蔵庫の中見させてもらったんですけど。見られてる。なんであんなにこんにゃくがいっぱい入ってるんですか。気になるじゃないですか。ああ、実は今ちょっとダイエットをしてましてね。こんにゃくダイエット。毎晩こんにゃくを食べてるんです。こんにゃくを、こんにゃくダジャレね。なんつってあ目が点になってる。笑ってくれてよかったな。なんでそんなにこんにゃくがあるの。中には缶ビールと食材と大量のこんにゃくが詰まっている。キッチンね。鍋。こんなところかな、レンジフード。そしたら話を聞いてってみようかな。どっちから話を聞いてみる、水木。パンズルック。お前、いつまでそれ続けるつもりだ。気になるよな。筋肉が悲鳴を上げるまで。もう上げてもおかしくないでしょ。何分？何分？ 10 分ぐらいずっとやってるんじゃないの、ベンチペレス。そろそろ上げ始める頃じゃないか。まだだよ。ムキムキじゃない。まだ全然余裕だって笑ってる。だって、水木を怒らせるんじゃないぞ。ぶん投げられるよ。このままだと頭を軽く小疲れただけで死にかねない。頭を軽く、確かに。ナイルの剣。俺が話しかけると、水木はベンチプレスのバーンをフックにかけ、静かに身を起こした。水木、お前にナイルしてきたのはオキウラだな。え、なんで。俺には切れやすいが頭も切れる優秀な相棒がいてな。そいつに調べてもらった。
前半は余計だ。送信時刻は2日前、金曜日の午後8時5分。金浦レンジだっけ。文面はこうだ。水木、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。助けてほしい。お前の力が必要だ。あ、そんな LINE が送られてたの。そうだよ。それで遊園地に行ったんだ。確かにパパの携帯からナイルが。でも行ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙ってたのか。パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし、どうしても行かなきゃと思って。それで太田を誘って現場に。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された川崎地区の中にある。ホームレスやゴロツキの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。さすがの水木でも一人で行くのは心細かったんだろう。なるほど。あれ、ああ、それで終わりか。失声症の件。うん、おかげさまで治ったよ。すごいな。っていうか伊達のおかげでもなんでもないけど。こんなあっさり治るんだね。先生が一晩中そばにいてくれたからで。なぜ瞳のことを教えてくれなかった。言うタイミングなんてなかったじゃん。そもそも私たち日常的にほとんど会話なんて交わしてないし。お前が話そうとしないから。なんで同棲してるんだろう。伊達が何も聞いてこないからだよ。伊達が呼び捨てなんだ。瞳との関係。先生は私にとって特別な存在だよ。パパとは古い付き合いだし、大好きなイリスの母親でもあるし、たまに夕飯とか先生の家で一緒に食べたりも。本当はいけないんですけどね、一人の生徒を贔屓してしまうのは。でも水木ちゃん、放課後に寂しそうにしてることがあって、そんな姿を見ちゃうとどうしても。そう、これね、発見時アイスピックを持っていたのは。刺さってたんだ。抜いたの。ママの左目にアイスピックが。私気が動転して、とにかく抜かなきゃと思って。それで抜いてしまったの。パニックになって引き抜いた。なんで。太田が逃げ出した後のことだな。そう。その時何か音を聞かなかったか。音？スマホの着信音なんだが。ああ、そういえば聞いたかも。だけどどこで鳴ってるのかわからなくて。それで私怖くなって柱の中に。柱の扉少し開いてたから。木馬の中にあったんだよね、スマホ。これで確証が得られたな。鳴ってた。2日前の午後9時2分、あのレンタルスマホは間違いなく馬の中で鳴ったんだ。あとは、ああ、アイスピックを抜いた時、チョーコの左目に眼球はあったのかなかったのか。多分なかったと思う。なかった。左目の穴は空っぽだったんだな。うん、ありがとう。悪いな、辛いことを思い出させちまって。別に。ぶん殴られるんじゃないの。大丈夫か。やはり眼球をくり抜いたのは水木ではなかったようだな。じゃあね、あのお母さんの死体はどこかからか持ってこられているんですよね。で、持ってこられる前にはもう眼球はなかったってことですよね。水木が現場に着いた時にはすでに抜き取られていた。眼球は付近からも発見されていないし、おそらく犯人が殺害現場で。どこで殺されて、なんで遊園地に連れて来られたんだろう。金浦のこと。パパがどうかしたの。お前聞いてないのか。何を。この様子だと事故のことは知らないようだな。あ、なんだっけ、お父さんは事故ったんだっけ、車で。そんなところ。水木はベンチプレスの台に座っている。あ、じゃあ先生、次はね、
これはサイドチェスト。特に何もないか。X-ray? なんで X-ray? あ、そこまで透けてしまうの？ちょっと期待したんだが。え、何これ？なんか埋まってるよ。これは。右肩の骨にチタン合金製のプレートが埋め込まれている。まさか。まさかって何？瞳の右肩、チタン合金製のプレートが埋め込まれている。なんで？なんか服が透けるのかと思ったら思いのほか透けていた。学校での水木。水木ちゃん、口数は少ないですけど、とても利発で聡明で、そして何より優しい子だと思います。ベンプレ大の水木。優しい。あ、左目で見てるんですね、こっち側はね。私が重い荷物を運んでる時に何も言わずにそばに来て持ってくれたりするんです。私がクラスのことで悩んでた時は花を摘んで届けてくれたこともありました。学校に友達はいないのかな、水木ちゃんはね。確かにちょっとした問題もたびたび起こしはしますが、でも決して悪い子ではありません。問題というのは？理科の実験で使うためのカエルを全部逃がしちゃったり学校のいじめっ子たちを懲らしめようとしてその子たちの前歯をへし折ったり。それはちょっとした問題ではないと思いますが。私は好きですよ、彼女のこと。とても強い。ただほんの少し不器用なだけなんです、沖浦君と同じで。担任、ちょっとこっちが気になる。失礼ですが、その右腕は？やっぱり気になりますよね。え、気になる？いや、パッと見じゃわかんないよね。赤外線 X-ray で見でもしない限り気づかなくないですか？動かないんですか？あ、動かないのか。ええ、感覚もありません。事故か何かで？そうですね、事故みたいなものかもしれません。何があったんだ？6年前銃で撃たれたんです、右肩を。銃で撃たれた。銃社会ではないよね。なんで撃たれるの？それで神経をやられてしまって。ああ。ある日突然、見ず知らずの暴漢が私の家に押し入ってきたんです。あれ、これ夢で、これ最初の夢で見たよね。あ、生きてたんだ。いや、生きてるようには見えないけど、この切り継ぐみたいな人ね。一丁の拳銃を手にして。こいつが撃ったのか。切り継ぐだな。どうやら男はその時正常な判断ができない状態にあったらしく。薬ですか？そうかもしれません。供述では誰でもよかったと。あ、捕まったんだ。いわゆる捕まってる通り魔的な犯行だったようです。一体どういうことだ。俺が見たあの夢は、夢で見てるのが謎だよね。担任について。私が小学校の教員をしていることは言いましたよね。ああ、だがまさか水木の担任だったとは。私も水木ちゃんが伊達さんと一緒に暮らしているなんて知りませんでした。沖浦君の事情で水木ちゃんが別の家から学校に通っているのは聞いていましたけど、沖浦君はそれを親戚の家だって。でも違ったんですね。水木ちゃんからなんとなく経緯は聞きました。俺はこの家で水木と一緒に暮らしている。水木のランドセル。ランドセルの横に鉄パイプがあるからね。だが俺は水木の正式な保護者ではない。だから学校に行ったこともなければ、学校側の人間がこの家を訪れることもなかった。そういった類のことは全て沖浦に任せていた。
キウラは育児を放棄したが、父親は父親だ。公的な責任だけは果たしてもらう。それが水木を引き取るための条件だった。よくわからんな。水木ちゃんがここに来た理由は全くまだね、明かされてないですよね。水木の担任だったの。確か沖浦とは高校時代からの知り合いでしたね。ええ、英徳学園で同じクラスでした。ところで、あなたが勤めているのは公立の？はい、区立の小学校です。偶然ですか、知り合いの子供の担任になったのは。うん、そうですね、クラスの担任になったのは偶然です。うん、でもうちの小学校に水木ちゃんが入学してきたのは偶然ではありません。沖浦くん、私がいる小学校に水木ちゃんを通わせたいと思ったみたいで、それで学区を変えるためにわざわざ引っ越しを。5年前の春のことです。沖浦が翔子と離婚する前のことですね。ええ、だけど翔子さんも強く反対はしなかったと聞いています。戸籍上、水木は沖浦の自宅に住んでいることになっている。小学校は当然その学区内にあり、ここからではかなりの距離がある。水木は毎朝電車に乗ってそこまで通っているのだ。水木の失声症が治った理由。さあ、なぜでしょう。理由はわかりません。どうやって直したんだろうね。何か特別なことをしたわけではないんです。ああ、ただ水木ちゃんのそばにいて、ギュッと、ギュッと、ええ、強く抱きしめ続けたんです、一晩中。そしたら水木ちゃん、明け方になって先生って一言漏らして、それからボロボロと泣き始めて、今はご覧の通り、すっかり良くなったみたいです。たくましくなって。胸の奥に仕えていたものが涙と一緒に流れ落ちたのかもしれません。なるほど、まとめ。とにかく水木の失声症は治ったの。突然治ったね。もう治んないのかと思った。よかったじゃないか。ああ、そうだな。まさか瞳が水木の担任だとは思いもよらなかったか。どうかしたか。いや、なんでもない。なんだなんだ。次の場所に行ける？そうしたらね、時間もね、多分ちょうどいいのではないかと思うので、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。